道具を使う生き物は意外に多い。燃焼だ。俺は創意工夫で森羅万象をしゃぶり尽くす。俺はこの地球上で今たった一人の人間だ。すでにアホほど試してんだよ。手を変え品を変えな。見ろ、そのポタポタ垂れてんの。ん？コウモリの糞から生まれた奇跡の水、硝酸だ。何？硝酸か！ああ、肉体作業はもう全部てめえに任せるのが合理的だ。ワイン作んのは超絶簡単だ。ブドウやレーズン潰して容器に入れて、あとは毎日ただ混ぜときゃ出来上がる。なーに、紀元前3000年メソポタミア文明の連中も土器で蒸留してたんだ。やってやれねえことはねえ。そそるぜ、これは。今、生き返らせてやるからな。炭酸カルシウムほどそそるもんはねえ。その2、建築。焼いて砂と混ぜりゃモルタルの完成だ。モルタルはセメントの子供だな。でけえかまどや家が建つ。病気イコールゲームオーバーのこの世界じゃ、バイキン浄化するこの小せえ塊が医者代わりの命の石。隠してた切り札の武器使わせやがって。お、なんだ千空、それは。六分儀、今日の出から35,970秒。六分儀で時刻から現在地が測れんだが、生徒がゴミすぎて話にならねえ。日本は終わりがてえことに火山大国でな、温泉地まで来さえすりゃ火薬の原料である硫黄が取り放題のバーゲンセール。うん、滑車だ。よくぞこんな便利なものを即座に。即座じゃねえよ。マラカイとタンバルコランダム、やべえ硬さだぜそいつは。まるで違いがわからん。石の何にそんな滅法を熱狂してるんだ君たちは。来たぜ宝炎鉱鉛ゲット。割るとピカピカで超やべえぜ。新車、通称賢者の石、ドラクエでも出てきたな。熱すると水銀が取れる。また怪しげな術やってるな。きらめく黄金の槍完成だ。やべえ。この妖術が何の役に立つ。クソの役にも立たねえが、スルスカ浮かべるとなぜか必ずジャスト汽車に向くんだぜ。やべえだろ。磁石だ。で、知ってんのかよくそー。さあせん、もう腕がパンパンになってきたぜ。ラーメン、そう呼んでた。
フーフー機能パワーアップ改造した製鉄所レベル2だぜ。おお、ついに発電所 G まで行っちゃってんの。いや無理ゲーすぎるでしょ。なんだ自然道あんじゃねえか。それ綺麗だから壊したくねえんだよな。溶かして動線にすんぞ。聞いちゃいねえよクッソ。借りてきたんだよ漆。漆の絶縁体性能は半端じゃねえ。鉄の棒に塗りたくれ。銅を溝に流し込んで固まった導線を鉄の棒にぐるぐる巻きまくる。二刀流手回し発電機完成だ。科学の日だ。忍び袋のガードだ。あちこちに入ってるんだよ。やべえぜこいつ。万一に備えて死ぬほど仕込んでやがったのか。その透明な石、水晶はここみてえな花崗岩とかが風化したエリアで取れる。そしてこの辺の砂が丸ごとガラスの原料、珪砂だ。鉛さえぶち込めばレンズ用の超透明なクリスタルガラスが完成だ。おお、化学のバリアの完成だ。天空&俺の化学使いタッグでリベンジマッチだぜ。硫酸ゲットだ。しゃー。少々中に棒が立ってる変な形のガラス細工があるんだよ。こんなややこいの作らせよって。何に使うか知らんがワクワクしちゃったじゃないか。水ポタポタマシンだ。硫酸に塩混ぜて出たガスを水ポタポタでキャッチするのか。塩酸ゲット。塩酸ちーっとやべえ薬だ。目に跳ねたら失明すんぞ。クロロ硫酸ゲット。クロロ酸超やべえ薬だ。皮膚にかけたらデロデロのゾンビになんぞ。水酸化ナトリウムゲット。水酸ウルトラやべえ薬だ。ヤクザが死体溶かすのに使うぞ。アンモニアゲット。だからそれをルイネーに飲ます気か。ラッキー前提は科学使いの考え方じゃねえ。最悪のカードでもやれることやるだけだ。謀略の御前試合はドーピングで勝つ。王国特製科学のパワーアップドリンクだ。酒&酢大量ゲットだ。とっとと行くぞ科学王国民ども。いつの間にわしが科学王国民になっちゃったんじゃ。すまないルリネ、説明は後でする。これは川の水で竹がくるくる回ってるんだよ。ほほー、一発でうまくいっちゃったわい。さすがわし、女子たちは惚れちゃってもいいぞい。やるじゃねえか。てめえが集めたような雑魚石炭ならその辺の山でも拾えんだよ。つうかそもそも欲しいのは石炭自体じゃねえ、燃えかすのコールタールだ。まず塩酸で洗ってから酒と酢で作った酢酸エチルぶっかけりゃアニリンゲット。
これって巣を焼いた貝にかけて硫酸で追い出した漂白酸を鉄パイプでケテンにしてから戻せば無水酢酸ができる。そうなんだ。やっとできたアセトアニリドにクロロ硫酸を混ぜりゃパラアセトアミドベンゼンクロロスルホン酸で、そこにアンモニアぶち込んだパラアセトアミドベンゼンスルホン酸アミドを塩酸で煮た料理が、あれな。よく噛まずに言えるね、センクちゃん。それ炭酸といえば水酸化ナトリウムと混ぜて重曹にするだよね。そうそう、重曹、俺もそう思ってた。スルファニルアミド、そう、別名万能薬サルファ剤の完成だ。しゃあ、お、マグマちゃん、鎮痛剤アセトアニリドだ。サルファ剤作る途中でついでにできたやつな。あとは傷口にサルファ剤でもぶっかけときゃ明日には完璧に治ってんだろ。桃やべえ、かっけえ。なんか切り裂く刃は固く、受けるうなじはしなやかに、そういうことじゃな。かっこいいぞ日本刀を世界最強の刃物にする。亀の縁で固まっとる。傷んだ酒をどうするのだ。こいつは酒やみりんをアホほど煮詰めりゃゲットできる。刀の結晶で、人類史の動力革命、ギアを作る。うわー、すごいよこれ。楽ちん、これは足もすごいけど、すごいの科学の刃。この鉄の刃物がなきゃさすがに無理ゲーじゃったわい。アホほど家庭石だからな、この掘り出しばっかはひょろがりじゃ打つ手なしだ。おお、頼むぜナンバーワンパパ。やべえ、お宝ザクザクすぎんだろ。マンガン来た、マンガン電池のマンガン来たぜ。石だろ全部。いつまでやってんだ。天体望遠鏡、いや天文台。よし、できたぞ。タングステン歯磨き粉。なんだこの欲張り全部セット。センク、てめえが言ったんじゃねえかよ、全部ぶち込めって。そういう意味じゃねえ、ぶっさいくすぎんだろ。タングステン歯磨き粉をむにゅっと細長くすんぞ。水に電気流しゃ水素が吹き出す。その水素が高熱で歯磨き粉の錆をひっぺがす。宇宙最強の耐熱金属、タングステンフィラメントの完成だ。負け額は足し算引き算だ。足し算引き算でホルマリン完成。死体取っとくやつな。こっせ。うちの中がすっごいあったかいんだよ。あっという間にマンガン電池、あっという間にマンガン電池。つうか、このキラッキラの石は何なんだ。
ロッシェルエンツってな、音を電気に変える、これを敵その距離を物語る長い夜を越えた絶景プラスチッククリアだぜ。電線クリアだよ。真空管クリアだ。マイククリアだ。携帯の爆弾だ。しゃー、携帯の爆弾だ。携帯同士で話すにはもう一台ないとだがな、コード伸ばしまくりゃ電話としては通じるはずだ。レコード。しゃあ、速攻で完成させてやったぜ。